旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドロッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。
さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉乾いて死にそう。おい、起きろ。うん、俺、働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでじいじが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。そいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。
よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？いらっしゃいませ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？金がなくて困ってる。稼げる仕事はねえか。ん、はあ、なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。期待されてんな。いいとこ見せようぜ、王子。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。ゆっくり見てってください。
ありがとうございました。また来てください。あ、野獣退治はいつもハンターにお願いしてるんだ。ハンターって？ああ、賞金稼ぎだよ。頼めば野獣や死骸を片付けてくれるんだ。行くか。おい、プロンプト、行くぞ。今行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。うまいことやるじゃねえか。よし、次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ほっ。ノクト、気をつけろ。やったな。あ、いい感じだ。当然。終わり。せや。問題ないな。じゃあな。おい、手滑った。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。よっ、お尻にもモンスターいるじゃん。戻ってこい。てめえ、いや、ほら、そんなことないでしょ。てめえ。ノクト、シフトブレイクして敵のガードを返せ。もらったな。ノクト、能力使いすぎてくたまるんじゃねえぞ。歩いて回復しろ。電話。はい、シドニーだけど、退治は順調？ああ、今終わった。よかった。噂
悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋、ああ、分かった、見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。手紙？ノクト！こいつ！シャッター！大丈夫？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。これ囲まれたらヤバそうだな。油断するとやられるぞ。どうだ？ノクト！よっ！油断したなど。ありゃっ！終わりだ。よさっさと先に行こうぜ。ああ。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て、巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたくねえ。イグニス任せろ。こいつらは食材になるから貴重だ。それは楽しみだ。よし、これでダメージが取りやすくなった。攻めろ、ノクト。分かった。てやこっちだよ。はっ、いや、戦い慣れてきた。まあな。そこに誰かいるのか？あんた、ハンターのデイブか？探したぜ。おい、大丈夫か？ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか？放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、
特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。うまく取れてるな。タイミングバッチリだぜ。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって目してたから。大事な車だ。大切に乗ろう。そうだな。敵の後ろを狙え。
イグニス、注意して。了解。てめえ、なあ、大丈夫か。ああ、なんとか。ほら、くらえ。俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。そりゃこれ囲まれたらヤバそうだね。泣き言言うなよ。俺だってやるときはやるよ。ノクト、やっぱ決まりだ。よし、完璧。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるのは一瞬だ。うりゃ、終わりだ。てめえ、余裕で相手ができそうだ。だな。行こうぜ。ああ、容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんだよ。お前もな。やっ、で、ブロット。はいはい。やっ、よし、はい、あぶれ。やば。はい。おいおい。これやめよう。はい。はい。やっ、エグニス。遅れるなよ。うわ、エグルス。スイッ。ゼッ。よ。よっ。よっ。はっ。とどめくな。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。
かり言っとくか。調子いいじゃねえか。まあな。うりうり、大したやつじゃない。マジジャケット脱いだらどうだ。じゃ、暴れるか。いいな、引きよう。俺もよっ、すりゃ言いつけろよ。やっ、とどめだ。ノクト最強。俺は当然先を急ごう。ああ。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。
待て。なになに。やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。ああ来るぞ。うわっ。おー、やった、すっげえ。さすが。まだだ。うわっ。さあ、こっからだぜ。やっ。てっ。やっ。うっ。うっ。うっ。行くぞ。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。レイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。わかった。あ、さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない。だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。だよ。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ。うわっ、やっぱでっか。あれ生き物、あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。いいな。そうだな。
ねえ、休憩しない？ああ、そうだな。いらっしゃいませ。何か食ってくか。何にする？俺が知ってるのは、ああ、いいぞ。ちょっと待っててくれ。お、来た来た。何か食ってくか。こいつらには迷惑してるんだ。よろしく頼む。俺が知ってるのは標的たちだ。助かるよ。今日はどうするんだ。倒してきてくれるのか。準備は万全にな。面白いことでも載ってたか。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。任せろ。おいや、せい。
油断したな、ノクト。はい、うっせっ。いいよ、グラディオ、頼む。え、悪い。ナイス、グラディオ。はっ、うん、ほっ、いくぜ。はい、はい。さっ、っ、なっ、調子いいじゃねえか。そうだ。さあ、やっそ。危ねえ。じゃあな。さあ、せっ、やっ、はい、さあ、はい、ちょうどめだ。うりゃ、なあ、喉乾いた。腹減ったな。苦戦したからな。足滑らせんなよ。工場に入ってるの、オートのやつか。あ、また来たのか。ご苦労さん。情報が欲しいんだ。この辺も面倒な野獣が増えてきた。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？はいはい、やります。元気いいな。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーディナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。いや、やっぱ自信ないわ。そうか、なら俺が引き受けよう。準備はできているか。あ、よし、行くか。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、
好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあその時はレガリア貸してやる。おお。あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車帰る。日が暮れてきたな。ナクト、そろそろ今夜の宿泊場所を決めてくれ。そうしようぜ。ノクト、あそこの宿に泊まらない？なんかあんのか？夜は危険がいっぱいだから今日はそろそろ休もうよ。もういいぞ。じゃあそれでイグニスよろ。ああ、了解だ。終わったよ。大事に乗ってよね。夜のドライブは危険だ。また出直そう。んじゃあ俺が運転変わるわ。仕方ない。ただあまり無茶はしないでくれ。ノクト、本当に大丈夫か？かなり暗いぞ。これくらい問題ねえって。イグニスは休んでてくれ。痛くねえな。気を取り直して。さっさと行こう。やばそうな気がする。仕切り直した。ノクト、一人と戦うときはまず観察だろ。それだ。よ。ああ。やばそうだね。腕が鳴るぜ。なって。さ。
屋根がねえってのはいいな。都会はさぞ窮屈だったでしょう。なんかトゲあんなそれ。今日はここまでにしたらどうだ。まず晩飯を食べないとな。お、いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。夜になれば死骸が出るのがここでは普通のことなんだな。うん、当たり前みてえに出てきやがる。俺あいつらはやっぱダメだな。王都は安全なんだね。夜中出歩き放題、買い物し放題。おうかしてるよなお前らは。この辺で寝たら確実に食われるね。結構死にかけるぞ。食われないよう気をつけてくれ。どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。
今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。じゃあ休もうぜ。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。
いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。準備はできているか？あ、行こうか。次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナフレーナ様も望まれてのことだし、新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ照れ。はあ、海、海見えた。あ、マジだ。ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。はあ、楽しみだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみだな。結婚式の生地か。ルナフレーナ様のドレスだって。ほう、すっげーな。こりゃお相手も気が引き締まんだろう。ルナフレーナ様がこれ着るのか、綺麗だろうな。ドレスを制作しているのはオルティシエの中でも格式の高い店らしい。そうなると料理もだいぶ凝ってんだろうな。食えるもんがありゃいいけど。分解して散らかすなよ。そこは心配だね。オルティシエって魚がうまいんだっけ？ここもだいぶ有名らしいがな。魚なら食える。そういう問題じゃない。この辺で取ろうぜ。いいね、ここで取るよ。はい、取ります。お、いい感じ。雰囲気すっごくいい。風が気持ちいい。海って思った以上に悪くはないかもな。そうか、お前あんま海知らねえんだよな。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？
船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで出ねえよ、それ。お小遣いは。おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。うん、うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介。船、明日にはちゃんと出るのかしら。軽くご飯食べよう。ああ、船いないよ。なんで？ご苦労様。オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんにちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。よく食べたわ。あ、軽くご飯食べ。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はした。オルティシエノだ。
準備はできているか？あ、しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。まあんなノリの方が楽だわ。原石があるってのはこの辺りか？多分な。探してみるか。エグニス、止めてくれ。わかった。月の後は王都にお連れするの？ルナフレーナ様。お、まあな、すぐじゃねえけど。おおほほ、しっかしノクトが結婚か。あれ、実際のとこどんな心境？おあれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。今ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。へえ、綺麗な色してんな。お、
準備はできているか。あ、行こうか。エグニス、止めてくれ。わかった。また徒歩？では、行くぞ。ああ、頼むわ。ガーディナにようこそ。ようこそお越しくださいました。本日はどちらをご用意いたしますか？こちらからお選びください。またいらしてくださいね。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。何癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。出発準備できたって？何？ちょっと焦っちゃった？しっかり準備してきなよ。原石すげえ喜んでたな。
作品くれたし。頼んだら何か作ってくれるかな。高くつくんじゃねえか。でも世界に一つだからな。しかし軽マジ早いな。船が来るの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。休むか。あ、ナイスショットプロンプト。これが終わったらプロでも目指そうかな。うまく撮れてるな。イグニスはすぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が。オートが陥落した。はあ、何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれノクト。落ち着いてんだろ俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートはバカ言うな。俺たちはオルティシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だと、いいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことが。なら、インソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。ああ。テネブライに来て変化した。カンナギとしてではない。大きな力があなたにはある。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んだ。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結ぶ。
多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように、お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。すまなかった、陛下を守ることができず。あいつは城で戦争したのさ、迎え撃ってやるつもりでな。ルーナは無事なのか。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。前に進み続けなければならない。行ってくる。